まあ、ディフェンスの強度がね、あの千葉戦の、反省しっかり生かして、出だしから、まあ、最後までしっかりできたんじゃないかなっていうところが良、まあ、かったですし、まあ、オフェンスもね、いいスペーシングで、まあ、ちょっとゾーン多かったんで、そこで少し停滞した部分もありましたけど、後半は特にあのそこもしっかり打開できて良かったかなと思います。まあ、あの一人一人のポテンシャルというかスキルとかもめちゃくちゃ高い選手多いんで、まあ、あのその個人の特徴をしっかり捉えたディフェンスをして、まあ、ディフェンスからまたあのオフェンスにいい流れが作れればいいかなと思ってます。はい、大阪なんでたこ焼きを、笹が買ってそれをさっき1個もらいました。なので明日頑張りますんで応援よろしくお願いします。ビヨンド。